ちらの商品はエコパオと申し上げまして、トレイを使わない包装機でございます。こちらにお肉等の商品を置きまして、両手でセンサーに手をかざしますと商品が奥に入ります。直接手も商品も機械に触れないような構造になっております。こちらは包装のみのタイプですが、これにあちらのはかりで計量しラベルを貼り付けますと完成です。この、ノントレ商品の特徴は商品の裏側が見えること、お客様が安心してお買い上げいただけるところが大きな特徴でございます。また売り場に並べた時にこのフィルムの独特の光沢がございまして、すごく見栄えがする新鮮そうに見えるというお客さんの声もたくさんいただいております。またここにギザギザがついておりますので、ハサミを使わなくても手でカットできるような仕組みになってございます。そういった便利であることがこの機械の特徴、まず一つ目の特徴でございます。あとは数字的にですね、従来でしたらトレーとラップでこういったお肉を包装してたわけなんですけれども、そのトレーラップと比較しますと、大体まあ1パックあたり1円弱のランニングコストメリットが出てまいります。あとスーパーマーケットにおかれましては、包装資材の容器包装リサイクル費用というのを負担されているかと思いますが、この重さがトレーラップと比べまして軽くなっておりますので、その分の費用負担が少なくなるというのも特徴でございます。また1パックあたりの使っている資材の重さも袋にしますと軽くなりますので、その分、燃やした時の CO2 の量が削減になります。あと、導入されているお客様ですけれども、現在、東京の OK 様、 OK ストア様並びにイトーヨーカドー様など全国でお使いいただいております。